ここはちょっとだけテクニックが必要になってくるところだと思う。ギミックはダメージウォール、ワープ、魔法陣、ウィンド、反射制限、貫通制限が出てきます。モリモリだね。で、基本的にダメージウォールとアンチ魔法陣があればいいんだけど、アンチ魔法陣がなくてもダメージウォールだけでもいける。ダメージウォールはほぼほぼ必須級だと思う。まあもちろんなくてもいけるんだけど、ダメージウォールなくてもいけるはいけるんだけど、ターン調整が必要。ダメージウォールなしだけだといけないと思う。で、お助けデッキはこいつね、ワルプルギス、ダメージウォールマインエル、これが強い。ワルプルギス、サンゴかな、サンゴも強い。まあダメージウォール主体でね。で、アザゼル、スピードアップ、シャイニーウィンガーエボルブ、これチェリーだっけ、チェリーだっけ、名前なんだっけ、デビルウィンガー、チェリーウィンガーね。うん、ここが強いと。で、まあこれは好みがあると思うんですけど、僕は正直ここスピードアップあんまり好きじゃないですね。あんまり好きじゃないけど、まあスピードアップいた方が楽かもしれない。で、基本的に一筆書きをしないと永遠に蘇生されて、真ん中の大きい数字のビットの9が、ね、多分促進になります。ここは、まあ、こんな感じで斜めに打って、アンチ魔法陣、魔法陣を避けつつ行くのがいいんだけど、スピードアップがいるとね、これね、踏んじゃうんだよね、僕ね。で、ひよこになると、弱くなるから一撃倒せないんだよ。ここはあのプニを全部処理してもカッチンが蘇生させちゃうから、魔法陣を避けつつ、カッチンを倒したいと。このぐらいの角度で打つとカッチンだけ綺麗に倒せると。カッチン倒さないとね、永遠に蘇生されちゃうから、カッチンを倒して、あとはまたね、こう斜めに打って倒す。で、一番多分嫌だっていうのは、多分ここのねステージ3がね嫌だっていう人が多いと思うんだよね、うん、ここもね一筆書きしないといけない。これね、今ねちょっと甘えが出てるけど、まあ大体ね、ここはポイントとしてはこのステージの絵の斜めのこのひし形のところに矢印を合わせると割とうまく一周してくれます。一筆書きがだいぶ楽になる。で、まあひよこになってるとね、こうやって殴りが弱くなっちゃうから、あれなんだけど、戻りたいんだけど、カッチンを倒すとホーミングが飛んでくるんですよ。で、ホーミングもね、何個も食らってるとバカにならないから、とりあえずここは毎ターン蘇生されるこのプニを倒しつつ、ボスを少しずつ削っていくっていう作業になるかな。火ダメを抑えつつって感じかな。カッチンは攻撃さえしなければダメージ減にはならないので、こんな感じね。そう、チェリーウィンガーの時は身につけてもらわないと、そう、あそこのね位置貫通処理ができないから。やったね、そんな感じだね。で、こうやってカッチンを倒しちゃうとホーミングが飛んできますと。もうそろそろ戻っておきたいな。そろそろ戻っておきたい。あ、戻っておきたみだったのに戻れなかったわ。いた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 。で、こうやってね、毎ターン飛んでくるから、しっかりとね、倒しつつ進んでいかんといけない。で、こんな感じでやるとカッチンは、これでねいなくなってくれます。ここも雑魚敵は初手ね、多分攻撃しなくていい
どんどん雑魚敵が増えてくんですよ。こう火種がかさんでくるんで、まず削れる分だけボスを殴りに行った方がいいでしょ。ではでこうやって蘇生された敵が毎ターンね、一ターンごとに攻撃をしてくる仕様になっているので、そうなるとできる限りね、雑魚敵を倒しつつ、ね、ボスを削っていくっていう作業になるのかな。まあそんなにね、言うてダメージは痛くないんだけれども、こいつって魔法陣持ってないんだっけ。そしたらまあこうやって、あ、友情拾っていきたかったのに友情が拾えなかった。まあこんな雑なショットでも、こんな雑なショットを打ってしまっても全然取り返しはつきます。こんな感じでね、オルタナティブドラゴンね、オルタナティブドラゴン持ってる人でも少ないかもしれないね、今ね、オルタナティブドラゴン。まあ今だとね、こうやってワルプルギスとかサンゴとか、あとチェリーウィンガーの重心化とかね、超強いから、ここはね、ボスを殴ってもあまり意味がないので、こうプニを殴っていく。プニが、ボスと HP 共有してるから、プニを殴っていけばいい。毎ターンプニを殴っていけば、ボスが自然と溶けていきます。で、ここはね、まあ、諸説ありなんだけど、僕は、そうだな。まずね、ここの左側のカッチンだけ倒しちゃうから。左側のパッチン一回倒せば蘇生ないんで、であとはこう、ここをこうやってね、左側のプニをブシュブシュッとブシュブシュッとやっていく感じかな。でボスが削れるまでブシュブシュッと続けていく感じで、ブシュブシュッとね、これが楽な方法かも。まあもちろんジグザグでプニだけね、やっていく方法もあるんだけど、これがだいぶ楽な方法かなと。こんな感じでね、こうするとここにたどり着くと。ここもね、どん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 増えていくんで、特に心配しなくていいんだけど、まあ SS で殴っちゃって結構回復出るかな。そうでもなかったね。まあ、あとは出てくる組を、殴っとけばいいだけですよ、これは。こんな感じで。じゃあ、ちょっとずつちょっとずつ削れていくんで、あとはポイントとしては、そうだな、これでどこまでいけるかな。例えばこれ、今、チェリーウィンガーの位置いいんで、本当はもうちょっといた方がいいんだけど、スペタンとか SS 打ってみると、こう。倒せちゃったり、スピードがある程度速いと敵がいなくなる前に何回も何回も殴れるから、こういう倒し方もありますね。まあ丁寧にプニだけ毎ターン処理してっても、いつかは必ずボスは溶けてくんで、ここはちょっとね、友情ゲーはあんまりできないかな、このお助けデッキだと。で、バベルが4体と。